で、ノラクラは 42F と 29F の、 あの2タイプあります。まあ、食わせの釣り、例えばちっちゃいエリアで魚もちっちゃいよとか、そういう時はこの 29F がよく活躍して、まあ、東山湖とかですね、ちょっと大きめのエリアだと 42F の方が活躍します。よく、まあ、こんな感じですね。しますか。綺麗。よし。このノラクラに関しては、本当変な小細工しなくていいんで、ただ巻いてるだけで本当に釣れるんで、一番簡単なルアーかもしれないです。で、ハマればもう入れ食い状態になるんで、今みたいに割と簡単ですごく。釣れるルアーです。このノラクラは。あと 29F、42F ともに深度は50センチから80センチぐらいですね。で、これに関しては重り張って1メートル以上潜らせるような釣りをすることもよくあります。その魚のいる棚とか、まあ、時期によって重り張ったりしますんで、まあ、自分が一番使いやすい重さにウエイト切ってもらって張るのもいいかもしれないです。42じゃないですね、29F ですね。がっつり食ってます。